あなたの家をパワースポットに、ウィングホーム代表斉藤です。娘のみゆなです。今回のお宅は平屋2階建て平屋風2階建て平屋風2階建てそう、面白いのが2階は1部屋しかないんだよ。え、どういう感じなんだろう。まあ、それは中入ってみて。この外壁にこの黄色の色が合っててすごい可愛くない。合ってるね。これ探してくるのすごくないですか。偶然の一致じゃないかな。偶然の一致、コーディネートされてるみたい。まあ、タイルとも色合わせてるし、ここね、ちょっとした設計のこだわりなんだけど、この軒を横に広くしたじゃん。で、これ夜になるとここにライトがついて、この玄関ドアの木目が照らされるわけで、こっち側はライトがついて、ここに何か置きたいなと思ってるわけ、植栽を。そうするとバランス取れるじゃん。なるほど、そこまで考えてるんだ。この色も可愛いね。オレンジっぽくないですか。そうだね、これ松系だね。それでは中を見ていきます。あ、お邪魔します。なんか内見してる。え、モデルハウス。あのね、一戸建てで売却型モデルハウスって言って、あ、そう、一定期間展示して、まあ、あの希望者いたらちょっとお安く売ろうっていうね、お節さんがないところでのプランだから、あの私が自由に書いたんだ。じゃあパパが住みたい家でもあるし、ここって北面道路だから、道からのプライバシーを確保されてるけど、南側に家が建っちゃうわけ将来、だから南側に家が建ってもクラクラならないのと、庭で遊んでてもなんかこう楽しいっていう、そういうテーマ。あとはおなじみのぐるって回れる家事動線。ここ玄関入って右側が家族動線。モルタルの床ですね。モルタルフタイル。ちょっとまだここほら展示してるからちょっとグッズ置いてある。で帰ってきてこっち来るでしょ。帰ってきてまず洗面で手を洗ったら、隣のランドリールームで部屋着に着替えて流れるようにフモードに。あ、それで一応ここはね、アレンジスタイルが基本だから、まあ、大体アレンジで使えるものでまとめてある。で、ここランドリールームでしょ。あ、帰ってすぐお風呂入る。もうこの、この脱ぎながらここに来てお風呂にして、これ帰るよってお風呂ためといてって言いたい、ラインしたい。あ、これパパがデザインしたからパパが好きなやつでしょ。あ、これがね、残念ながらね、あのプランは自分がやったけど、このコーディネートはうち、あのミサっているじゃん、あの、あのサムネ作ってる、そうそう、ミサちゃん、彼女がねコーディネートしたわけで、なぜかっていうと、あの今韓流ブームっていうか、韓国系インテリア流行ってる。流行ってる、だからちょっと韓国系インテリアにしてくれってことで。好きだからさ、韓国ドラマとか、ちなみにさ、私が今日着てる服あるじゃん、これ、あのウィングホームのお客様が好きそうな色だなと思ったグレーとベージュの、ちょっと寄せてきてるんだ。寄せてきてます。あの靴見から着ようかな、これから、あ、ねえねえ見て、ここ開けてみてね。隠し普段はこういう状態だから、ね、こっちのさっきの洗面からそのまま来るから。確かに色使いとかこの小物とか、確かに確かに、あの TikTok でよく見る感じだよね、韓国風インテリア TikTok ですごいね流れてくるの。そう、こういうワゴンとかもね今流行ってるんだよ、韓国系。花粉も雨も気にせずに洗濯できる 3.5 畳のランドリールーム、ずらっと干してハンガーのまま隣のファミリークローゼットにここから干してるので、めっちゃいいね、ファミクロ。こっちが、まあ、階段下も利用してるよね。で、結構広いんだよ。ぐるぐる回れちゃう動線って楽ちんだよね。で、ここの部屋が、あ、かわいい。ここが寝室なんだよね、南側は。ピンクの椅子かわいいで、ここはウッドデッキで、前の家の北側の窓がここについちゃうんだけど、それでも
窓から見られません。ここはさ、私の予想ではなんか若いご夫婦が購入されていきそう。なんで？だってなんか若い人がこううわーって思うような感性。そうだね、うん、ちょっと今風のとこにとか、あと韓国ドラマいっぱい見てるんじゃない、やっぱ刺さる人。展示場だからさ、はい、ある程度提案もしなきゃいけないからね。提案？これからこんな風になるんじゃないですかって言って。ああ、そっか、うん、3年ぐらい先を見越してもう扉にもなってるし、これ便利じゃない、クローゼットにもなってるってこと。そう、だから閉めちゃえばフルオープンのクローゼットになるわけだ。便利かも。ただ今度向こう側に行きたいとするじゃん、うん、ちょっと開けてみて。向こうに行きたいときは扉3回開けなきゃいけないんだよ。なるほど。どういうふうに使うかによるよね。私ならこの状態にしておくかもしれない、うん、で、なるべく使うものをこっちの方。そうだね。で、使わないのはこの真ん中にしとけばそんな難しくない、ね、赤ちゃんがハイハイしても無添加だから安心って書いてある。床材を小滝さんが貼るんだけど、うん、キーキー音鳴ったりする時あるわけ、うん、だから裏側にボンドベッタリつけてボンドにくっつけちゃうわけ、うん、でそれはうちはやってないです。でもボンド使ってないよ。ボンドだと赤ちゃんがハイハイした時にその化学物質とか成分を吸っちゃうってこと。そうそう、シックハウスボンドでなりやすい。なりやすい。ボンドペンキ。あー、そっか、わかる、見たことある。そう、韓国のインテリアっていうか韓国のカフェ風だよねこれ。そう、日本のカフェ風と韓国のカフェ風違うから。わかるわかる、こういう色使いなの。あ、こもしかしてこういう。そう、これね、お客さんのとこでもあったけど、ね、これで閉まった形、うん、で、ここが吹き抜けでしょ、うん、というのはこれ北入り道路でこの向こう側に2階建てが建っちゃうとするじゃん、うん、で、これ距離これしかないんだよ、前の家との。あ、そうすると真っ暗になっちゃうから、この吹き抜けから光を落として、今ちょうど落ちてるけどさ、綺麗。それとここのリビングにいてくつろぐ時にこの窓の向こうに隣の家が見えると嫌でしょ、うん、だからもう窓まで見えない位置までフェンスやった。え、このフェンス流行りそうじゃない。そうだ、お金かかるからね。あ、お金かかるんだ、うん、でももうやった方がいいよね、うん、あ、このフェンスめっちゃいいじゃん。見て見て見て、この L 字フェンスか、ここまで行っちゃってんの。そう、あ、これいいですね。南側だから、はい、このサッシってさ、うん、あの向こう側がダイニングなんだよ、うん、なんでこっちはなんとか光が当たると思うんだよね、うん、でももう庭がある意味ないっていうの、うん、土の部分がない、うん、全部もデッキ、うん、でもここは広いからここでバーベキューとかできて。またバーベキュー。そう、この前も言ったけど、虫が来ない、プライバシーが守られてる、これが今のポイントだから。お客さんのヒアリングの時にみんな言うの、虫来なくてとか聞く。あ、聞くんだ。でここだったらほらプールも置けるし。そうです、だからここにほらね、水道も出してるし。これは確かにお金かかりますね。そうけど欲しいよね。でここまでやると、うん、まあ、部屋の一部みたいになるじゃん。なる、なんかちょっと芸能人の絵みたい。南側にお家が建っちゃう時どうしたらいいかっていう提案。あ、そうそう、この辺 こういう感じとか、まさに韓国風インテリア。今素材では何なの、今着てる素材。マットなシルとかグレーとか、だからモルタルのグレーも、うん、あっさりモルタル。あ、そう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 、だからコンクリートっぽくないやつ。だからここのほらキッチンなんか見てみな、こういう感じだろ、こう薄いグレー。あ、そう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 、この色流行り。でこれがまあ何でもできる収納っていうのかな、うん、こっち側にパントリーがあるからさ、うん、リビングの収納だったり本棚にもできるし、うん、
結局ほらお客さんがいてヒアリングしてるわけじゃないから意外とこういろいろに使えるっていうようなプランにしとかないとむずいじゃん。3分の2が空くっていう。これコストコで買ってきたものとかあれだよ、韓国スーパーで買ったもの、あの韓国のラーメンとかさ最近流行ってんだよそういうのも。辛ラーメンストックしとこう、辛ラーメン。あ、それでこっちに行けるんだね。そう、ぐるっと回れて、ぐるっと回れて。あれ、ここは、このトイレも可愛い、なんかわかる、なんかわかる、窓がない、そのぐるっと回るアイランドの中に一つのトイレがある。これさ、ここ見たお客さんがこのトイレの幅見てちょっと狭いでしょ、要は足元をこれで開けたら十分なんだけど、1畳よりちょっと狭いじゃん。で、裏に何かあるんじゃないかって言って、ああそういうことか。そう、これを見つけたお客さんいて、すごいそれウィングホームの YouTube 全部見てるんじゃないそうだと思うなんとなくこうパパの設計が分かってきてんじゃないの。あ、そうかも、癖がね。設計の癖ってあるじゃん、あ、ここアイアンじゃない、ここはアイアン。こういうことやってペーパー、あ、便利だよね。ここちょっとこっちの前にここ見て、 5.5 畳の子供部屋、平屋風2階でって1階に2部屋2階は1部屋。普通ほら2階に2部屋の子供部屋の平屋風あるじゃん、はい、これは2階は1部屋なんだ。それはなんで。まあ、結局さ、この敷地を見たときにそれかなと思った。へえ、パパの缶。そう、ここパントリーね。まあ、ここにロールカーテンとかつければ、まあ、閉めれるんだけど、とりあえずはそのままにして。 IH ですね。なるほど、見てみ、この色ね、薄くなってきてんだ、グレーが。同じグレーでもちょっとこう荒々しさというよりもこう上品さっていう感じだったな。で、冷蔵庫ここで、ゴミ箱がここ、炊飯器開けてもここ。これもマットな白だもんね。まあ大体漆喰がマットな白だもんね。あれ、これはこれスタディコーナー。最近なんか家具新調された、増えてる気がする、こういう家具とかも。いや、だから ここにある家具はもうこのモデルハウスにつけちゃって、そのままプレゼントっていう。だから全部統一して買ってる。スタディコーナーってよく作るじゃん。でもこういうね、置き家具の方が後で外せるから自分はおすすめなんだよね。まあそうですよね。掃除とか考えるとね、こういうとこほこりが溜まって大変だってことかもしれないけど、こういう引き出しもね、あのオーダーで作るとちょっと割高になっちゃうからね。あー、このカーテンもすごい、ちょっとグレーかかってるよね。まあ、向こう側に家があるけど、もっと近くに建っちゃうんだけど、まあ、気にならないでしょ、このグレーですか。この家具もすごいいいな、これも新調してるよね。それでは2階を見ていきます。で、これが階段室と吹き抜けを一体にしてるからより広く見えるんだよね。広く見える。ここあれだよ、ゲーミングチェアっていうか。そう、これなんていうの、ゲームコーナー。これはうちの設計でゲーム大好きなのがいるから、それにちょっと設計させたっていうかいや、完璧じゃないですか。私もゲームやんないけど、本当こういう感じなんだよね、ゲーム大好きな人。ここは子供部屋。あー、綺麗ながら、ぶどうみたいな。おー、で、こっち側の南側にまだ区画があって、ここに家が建ってっちゃう。そうするとどうしても南側が閉ざされるから、あのフェンスがあるわけ。1階の子供部屋と同じサイズ、引き抜けとの間に覗き窓を作ればリビングにいる家族とコミュニケーション取れますね。あー、ゲストルームとして使うのも良い。確かに、あの
これ何人家族になるか分かんないじゃん、うん、だからお子さん1人だったら1部屋余るんだよ、うん、でも2つ子供部屋が欲しくなるって10年とかかかるわけ、うん、その間はここが趣味部屋になっちゃうんだよね。うん、そっか。そうだからその子供部屋遊ばせてみたいになったら2階に置いといてもいいんじゃないか。まあだからもっと言うとほら夫婦別室っていうのもあるでしょ。だから大きくなって子供が夫婦2人になった時に夫婦別室でも1階で過ごせるわけよ。2つ寝室があるからさ。こっから見える景色かわいいね。うん、いいね。かわいくないですか。うん、ちょっと撮るよ。これ切り取ってサムネ。今日のお気に入りポイントはこちらの吹き抜けのこの空間です。私は天井が高いところが大好きなのでここすごくリラックスできます。私のこだわりポイントはこのぐるっと回れる帰宅動線とこちらのぐるっと回れる食事動線が一緒になった八の字動線とキッチン、ダイニング、ウッドデッキが一列になったバーベキュー動線です。